はい、どうも、ゴトさんです。はい、久々にね、FGO のガチャの動画なんですが、新年明けて、まあ、福袋、期間限定の、あの限定サーバントの中から1体確定というのが、まあ、15個で引けるというのが来ているので、これをまず新年一発目で引いていきたいと思います。で、それ以外にもね、かなり正月のピックアップ、ニューイヤーピックアップで、まあ、これはね、いろいろ引きたいのがいるんですけど、まあ、まずはこの確定で貫突してるのが、まあ、沖田でね初めて貫突作っちゃった後にスカサハと BB で、まあ、それも5体引いて貫突してるのが限定サーバントだったら4体かな4体貫突がいて、まあそれが出るっていう確率はかなり低い、1割ぐらいしかないのかな。なので何が出ても、おこれか、さあなんだ、ちょっと待って、まさか起きたじゃない、マジか、マジか、ちょっとかなり貫突してないのだらけなのにここで来るか。いやー、新年早々、いや初めて貫突した起きたが来ちゃいましたね。まあしょうがないかな。いやきつい。さあ、じゃあちょっとね、まだあのシーンをクリアしてるのでストーリーまだいけないんですけど、まあ新年冬休みの間にやりたいんですけどね。いやーマジか。で今回こっちはね、誰、まあスカサハも狙いたいですけど、やっぱり一番ね狙いたいのは葛飾北斎かな。葛飾北斎をちょっと1体持ってるんですけど、2凸にしたいとは思うので、1月7日に引いていこうと思います。まあ今日は、まあいつアップしてるか分かんないですけど、1月5日、あ、1月1日、元旦は、まあ新サーバント狙っていきましょう。まずは、予備筆、ささっと使っていきます。ローディング入りましたね。さあ、どうだ？さあ、飛ばしていきましょう。おお、ありがとうございます。いきなり星4来た。星4のレースを、新レースを来ましたね。いや、元旦なのでね、早めに。おお、星5も来た。星4が1枚、星5も1枚。さあ、じゃあ20、おお、またローディング一周入った。なんだ、星3、星3出てたかな？さっき。すごいな、このレースを。星5レースをが。もう2枚か。さあ、20連目で。さあさあ、なんだ？え、星4も2枚目。いいな。なんかお正月の感じですね。まあまあ。さあ、なんかローディング毎回入るようになったのかな？さあ、お願いします。ちょっと待って、何これデジャブな感じ。これで星4レースを来たらちょっと笑うんだけど、そんなこと、え、ちょっと待って、毎回違うよねこれね。なんか同じところを切り張りしてるような動画になってますけど、さあ40連目お願いします。うわー、ダメ返し溜めてたんだけどな。え、ちょっと待って、毎回出る星5レースが、はいはいはい、星4は出なかった。ついに出なかった。さあ、ローディング入った50連目。お願いします。飛ばしちゃったよ。まあ、もう貫突してるんでね。さあ、おう、今回はちょ、ああ、なんかメッセージ来ちゃいましたね。さあ、ちょっと。はい。新年一発目の課金をしてきました。さあ行きましょう。課金をしたから、お年玉あげたから。さあ、おお、セイバー頼む。セイバーがまず来てくれればドキドキする。お、ありがとうございます。お、新年60連目で。しかも星5レースも4枚出てるし。いや、いい60連でしたね。素晴らしい。まあ、最初の福袋はかなり食らいましたけど。まあ、元旦はこんな感じで今年は行こうと。閻魔亭にようこそ。
歓迎するでち、お客様。ではないのでちね。サーバント・セイバー、下切りスズメのベニエンマ、ここでご奉仕する運びとなりました。今後ともよろしくでち。はい、ありがとうございます。早速引けましたね。また1月7日にね、まあ葛飾北斎狙って、まあ、50連か100連したいと思いますので、はい、本年もよろしくお願いいたします。